って言ったことで、じゃあもう一試合行きましょうか。行けますんで。あ、本当時間ごめん見てなかった。そうだね、お願いします。お願いします。お願いします。最後インポスターがいいな、ずっとグーがいいです。怖い。よし、最後かな、多分。頑張るぞ。しゃ、来た。来ました。来ました。アーカイブ。なんで？え、マジ、ほんと無理なんだって。長屋、無理、ほんと無理。ほんと無理。やんやん、絶対私のこと殺しに来るもん。ありがとうございます。ナイス。ありがとうございます。ありがとうございます。ナボです。今ヤンヤンが、長ヤンが私のこと絶対殺しに来るって言いながら逃げてました。ああ、恨みしかない。あ、さっきダイパーしてたぐらいだから、多分あの、いや俺ちゃんとクルーです。そっか、死んだら長ヤンさん恨みます。あの疑えばいいですね。わかりました。あ、死ぬときちゃんとなんとかメッセージ残すから、まあ、ダイイングメッセージ、ダイイングメッセージ、ちゃんとケチャップで書いておくね。美味しそう。さあ、美味しそうって。はい、じゃあ見渡し。オッケー、さあレッツゴー。キッチン。じゃあハンバーガー作るよ。食べたい人、レタス赤いままにね。オッケー。落ちた。トマ、レタスね。肉、タマ、ゴミ。これヘルシーすぎやろ。ヘルシーすぎやろ。全然食べた気しなくなるやつじゃんこれ。何ですか。いや、これは神棒じゃない、はい、ありがとうございます。なんで、うん、どうしてて、あの、すいません、あの、私今キッチンでハンバーガー作ってたんですけど、はい、あの、お肉入ってなかったんですけど、なんでですか。あの、どういうことですかね。それは多分ダイエットのためだと思います。カロリーダイエットが、まあ、そうだ、女性に対して失礼な。ベジタリアンだって食いたいやん。じゃあ豆腐のお肉作ればええやんか。昨日ガチなこと言うと、チーズバーガー頼んだらチーズ入ってなかったんだけど。え、バーガーやんそれ。それはただハンバーガーやん。ピクルスは入ってますか。ないピクルス大嫌いだもん。うわ、終わってる。だって赤い悪魔と緑のバーモンのだよ。ピクルス過激派がいる。ピクルスは、ピクルス美味しいやん。ピクルスってキュウリでしょ。キュウリの鈴木やん。無理キュウリ嫌いだもん。あ、そうなんだ。ありがとうございます。じゃあ小野寺さん、じゃあ次。これ何の話ですかこれ。ハンバーガーの話じゃないの。ハンバーガーの話。ハンバーガーの話すんのにボタン押したん。違うボタン押したの。そう、僕が神棒かなと思って押したら、あの、ハンバーガーの話に塗り替えされたので、あの、あ、なんか、じゃあ、あの、ちょっと一瞬めちゃめちゃ真面目な話かと思ってマップ開きながら、どこだろうってずっと。俺もマップ開いてるのに。ハンバーガーなんてどこで作れるのって思いながら、キッチンの地の字のところにあるんですよ。これチンのところですか。そう、そこら辺があって、チンで、一回消したりするたびにレシピ変わっちゃうんですけど、あの、今回パン、玉ねぎ、トマト、レタス、パンだったんですよ。あ、普通ですね。あの、あれですよ、パンの上に肉乗せるときありますか、たまに。ああ、肉もあるよね。レタスとかね。うん、まあ、ケチャップかけました。あ、かけてない。あ、マスタードも嫌い、辛いから。やっぱカロリー。ピクルスもダメなんでしょ。ピクルスもマスタードもダメって思う。なんかね、チーズバーガー頼んだら、パン、お肉、チーズ、パンだけにしてもらう。玉ねぎとかも全部なしにしてもらう。玉ねぎすごいシンプル。好きだけど。ハンバーガー食うんだよ。うるせえ。時給よこせ。過激派すぎる。長屋さんの正論パンチやけど。まあ、とりあえず、ちょっと、ピクルス抜きはちょっと、僕はちょっと NG なので。うざいよね。ちょっと入れさせていただきます。ちょっとギルティー。危ね。理由、ピクルス。死ぬかと思った。
メインでいくか。アホなことやってもらった。誰も知らなかった。あ、死んだ。1、2、3、4、5、6、7、8。ピコーン言ってたけど8秒前ね。こう言ってた。まあ黒の発言の前に、今回できない人だけ先に洗いましょう。一応どこにあったかだっけ。あ、いや言わなくてもいいと思う。先にできない人を先に出してから切る位置を聞いて、そこから詰めた方が早いと思う。はい。アーカイブいたのがブルー、グレー、ローズ、グリーンかな。ちょっと待ってね。ブルー、南風、村田、ローズ、あ、私違う、アーカイブじゃないよ。私オノディと、シャワー室で遊んでた2人で、一緒にシャワー浴びとった2人で。え、シャワー浴びてた。え、その後は私と多分シャワー入ってるよね、2人で。多分2人シャワー、シャワー浴びた後は、なんかちょっと殺されそうだったから、あのアーカイブス昇降機の方に行ってタスクやろうと思ったら見つからなくて、だからこのキルには関われないよねって話をしたりして、そうで、かな。だから他に白が出るんだったら今のうちに出してほしい。ファンができないです。七木さんができない。はい、ミーティングで会ってるんで、あの死体のあれが出た時に。うん、はい、会いました。ちなみに死体はミーティング？全然違います。キッチンです。うんだよね、左下だったから。そう、じゃあもうこの時点で、こよみんさんか赤のどっちか、さなぎか。さなぎちなみにもう入れてますけど、さなぎどこに入れたの。ん、何の、多分さなぎさん目線は多分こよみんさんしかないと思います、ね。うん、ああ確かにそうか。そうここはお互い絶対に、譲れないよ。え、だけど二人の話を聞きたいですね。僕は一応サルナゲさん、すれ違った。サナゲ。サナゲさんね、うん。ごめんなさい。ディスコードサルナゲさんって書いてあったから、ぜひ。サナゲさんは、どこだ？キッチンあたりですれ違った。うん。ああ。と思う。あ、ごめんなさい。小弓さん、本当にすれ違ったの？いるの？その、サナゲさんが。サナゲさんが本当に左側にいるの？あ、左側で見ました。あ、じゃあ、サルナゲさん確定です。自分視点は、サナゲさんが左側に行ってるの、あの、アーカイブ左、昇降機の方入って行ってるので、ベント移動してない限り、メインホール移動してない限りは、僕を抜かないといけないんですけど、抜けてないので、まあ、僕の視点移動がずれてる可能性があるから、まあ小弓さんとサルナゲさんをローラーしても構わないとは思っている状況。サナゲのその話を聞いて、あと、あー、そっか。でサナゲさんは、多分南風さんもサナゲさんがアーカイブか証拠機左に入ってるみたいなませんか。見てはいないけど、いたのは知ってますね。なんか長屋さんミュート。カフェ。いいよ。まあ、じゃあボタン残って人で押して小弓さんまでローラーしたらいいかな。今回赤釣りで、まあ小弓さん、まあ、ね、そう、たす、あの。役に立ちましょう。赤、青、黄色。キルされてないからコメント読めないからさ、読みたいのにさ、ウルちゃん一生懸命コメントくれてるのにありがとね。黄色、黄色。
小嫁さん一応役職あります？ナイポですけど。はい、めっちゃマジでストーカーって言いたいぐらいなんですけど、残念ながらストーカーではないので、役職はクルーです。ストーカーって言うんですか？まあ、ストーカーって呼んじゃってる。ごめんなさい、僕あんまり名前がまだ入ってなくて。ああ、大丈夫です。いろんなもので。僕ダメ？いや、もしかして、すげえメタだから NG かもしれないんだけど、 あのさなげ、このマップ初めてだから弁当使えるかなって覚えてきた。あー、そういうこと。あ、そうか、僕がさっきマップのやつ送ったから多分これで飛べるかなって言ってやったんかな。ディスコード行ったりするとなんか落ちちゃうからディスコード見れないのよ、あの子。はいはいはい、携帯だから今日だからね。そんな器用なことできるかな。だけどさっきみたいにキルしてすぐに、私さっきキル即セルフやってバレたじゃないですか。だからちょっと待ったのかな。あ、待ってないな。キルして放置もあるのかなとか思うけど、うん、シェイプシフト入ってないんだったらキッチンにいるのもおかしいし。そう、だからもう、だからあの、切った時点で、偽名さん、七木さんが、まあまあ、二人が老老だったらわかんないけど、まあ、まあでも、ミーティングで見合ってるって本当に言ってるから。でも。で、まあ、で、この4人が、その、右にいる状態で切れない位置に確定でいる状態だもん。ただ、身内切りの可能性あるから、小読みまで私は釣った方がいいんじゃないかなとは思う。うん。うん、いや、小読みさんまでローラーする。あの、ここで、あの、クルー役職言って言うんだったら、ちょっとあの、あーうーんってちょっと、あ、僕ハンバーガーになっちゃうの？いや、いや、ならないよ。あの人体からそのまま船の外に、あのひ、そうそう、着物縛ってくる、うん、そんな、あのそのままあの垂直落下で弾ぜるよ。僕さ、最後はなんか教会の神聖な場所で神父さんに見取られながら行きたい。ああ、まあ。じゃあ僕たちがそこ、じゃあ僕たちがその神父に、僕らで見届けてあげるよ。え、うん。そう今からバンジージャンプが始まるから。ああ、そんな。コックピットから追放してあげるよ。僕なんか悪いことしてな。うん。あのさなげのことサルダゲって言ったから大罪だわ。まあ人の名前間違えたらダメですね。まあ、エトマルだけどね、本当は。だって書いてあるんだもん。書いてあるんだもん。書いてあるね。うん。